8月26日、中国軍の Y 級情報収集機が長崎県の男女軍統機の日本領空を侵犯しました。これに対し、航空自衛隊の西部方面隊は戦闘機を緊急発進させ、警告などの対応を行いました。初となる中国軍機による領空侵犯は大きなニュースとなり、中国軍の意図についてさまざまな憶測が示されています。こうした中 アメリカの時事評論家である広報氏は自身の動画番組の中で中国軍機の領空侵犯の意図について詳しく分析しています最近中国は日本近辺とフィリピン周辺海域での活動を活発化させており数々の事件を引き起こしています広報氏は中国共産党を与えず第1列島線を突破しようと試みており第1列島線の北端に位置する九州の立地は 極めて重要だと指摘しました広報氏は中国軍が Y 級型偵察機を使用したことに着目しましたもし今回使われたのが Y 級型ではなく Y8 偵察機だった場合領空侵犯は単なる技術的ミスや軍関係者のご判断で済む可能性がありますが Y 級型ではその可能性はありえないと言います中国軍の Y8 型と Y 級型は どちらも輸送機機を改造した軍用機です Y8 型は主に対戦照会機として使用され、複数の対戦水管装備を搭載しています。一方、Y9 型は偵察機です。特に今回侵入したのは Y9 情報収集機であり、通常の対戦照会や情報収集機能に加えて、電子偵察や電磁妨害といった電子戦能力を持っています。では そののの能力はどのよううなものでしょうか。Y 級情報収集機の背景を理解するためには2001年に起きた米軍機 EP3 と中国軍戦闘機の衝突事件である海南島事件について理解を深める必要があります海南島事件は2001年4月1日中国海南島付近の南シナ海上空でアメリカと中国の軍用機が空中衝突した事件です 中国軍の戦闘機が墜落し、パイロットが行方不明になったほか、アメリカ軍の電子偵察機が損傷して、海南島に不時着し、乗組員らが中国側に身柄を拘束されました。当時、アメリカ軍は先進的な電子偵察機が他国の手に渡ることを想定していませんでした。不時着するまでの間、乗組員は搭載されていた先進的な電子戦機器を破壊しようとしましたが、結局のところ、 機密を守ることはでできませんでした中国の技術者は入手した電子偵察機を分解し最先端の偵察装置や電子機器の技術を分析しリバースエンジニアリングしましたそして出来上がったのが YQ 情報収集機なのです米軍の最新技術は中国の技術者と官僚を大いに驚かせました EP3 が東シナ海から南シナ海にかけて飛ぶことで 中国四川省の無線通信や携帯電話の通信内容まで傍受することができたのです。そのため、海南島事件の後、中国軍はすぐに通達を出し、高級将校らが携帯電話を使用することを禁止しました。中国軍の日本に対する戦術はこうです。まず、日本近海に爆撃機を近づけ、その後ろに Y 級情報収集機を配備します。 自衛隊が爆撃機の接近を探知すると、すぐに対空レーダーや指揮通信システムを作動させ、戦闘機や早期警戒機を発信させます。この際、爆撃機の後ろにいる YQ 情報収集機が日本側の作戦データを収集します。収集されるのは地上レーダーや対空ミサイルシステムの電磁スペクトル、飛行機と管制塔の通信データなどです。特に近年 中国軍の艦艇は日本海でロシアと合同演習を行ったり津軽海峡を通過して日本を一周したりする航行を実施しています多くの人々はこれを中国共産党の戦路的な行為と捉えますが広報紙はその背後には別の目的があると考えています中国軍の艦艇が日本周辺海域を航行する際日本や米軍の部隊が何らかの反応を示すと 中国側はそのデータを収集しますそうすることで、もし将来戦争が勃発した際に、中国軍は電磁妨害などを効果的に行うことができるとされています。広報紙によれば、YQ 情報収集機の探知範囲は600から900回リーに達し、その主な狙いは、九州とその周辺にある複数の軍事施設です。九州には日米同盟にとって欠かせない、 重要な基地が複数存在しており海軍基地や空軍基地レーダー基地指揮センターなどが存在しますその北部には津島海峡南部には宮古海峡というチョークポイントがあります九州以南の宮古海峡は中国共産党が第一列島線を突破しようとする際の重要なポイントです2019年以降 自衛隊は南西諸島での防衛力を急激に増強し、中国共産党の進出に備えています。英字紙、ジャパンタイムズの2019年3月の報道によれば、西南諸島に配置された自衛隊の複数の軍事基地が順次稼働を始めているとのことです。九州以北に位置する津島海峡は、中国軍とロシアが合同軍事演習を行う際の重要な航路です。 中ロの軍事協力の詳細は公表されていませんがもし台湾海峡で戦争が勃発した場合ロシアが北から日米両軍をけん制し台湾海峡戦争に影響力を及ぼす可能性が高いですそのため対馬海峡は中京ロシア北朝鮮が共同行動をとる際の重要な通路とされていますまた鹿児島県の種子島から西に約10キロ離れ玉毛島は ももとと無人島でしたが、2023年1月11日に日米両政府がこの島に軍事基地を建設する計画を発表しました。この基地は4年後の2027年に完成予定です。一般的に2027年は中国共産党の台湾侵攻が起こるかもしれないとされている年で、馬毛島の整備は戦略的な意味を持っています。 曲げ島は中国の上海市とほぼ同じ井戸にあり、距離はわずか900キロです。この距離はアメリカ軍の F35 戦闘機の作戦行動半径に入るため、もし中国共産党が台湾に対して軍事作戦を開始すれば、アメリカは中国の主要経済圏である上海を報復攻撃する能力を持ちます。これは中国共産党にとって非常に現実的な脅威です。 日米の作戦部隊の連携を強化する統合司令部が成立し、アメリカ・インド太平洋司令部の指揮権が前方に移動しました。中国軍が情報収集機を飛ばしたのは、統合司令部に関する重要データの入手を急いだ可能性があります。このようなデータを入手するためには、過去のように艦艇を日本周辺海域に派遣するだけでは不十分であり、政治的な意味合いが強い。 領空侵犯のような軍事行動が必要となったのでしょう領空侵犯を行うことで日本だけではなくアメリカ、さらには台湾までもが大きな反応を示す可能性があるからです広報氏はこれが Y 級情報収集機が日本の領空を侵犯した真の目的であったと指摘していますはい、それが足りないと言ってましたでも、見て This is different. It's Ganjing world.